オードナンス QF25 ポンド砲とは、第一次世界大戦と第二次世界大戦の戦艦機に、イギリスが開発した、野砲、榴弾砲兼用の野戦砲であり、一般には25ポンド野砲とも呼ばれる。イギリス陸軍は、第一次世界大戦終結後、直射野砲である、QF18 ポンド砲の 84mm 榴弾と、極射榴弾砲である。 QF4.5 インチ榴弾砲の 114mm 榴弾を更新統合する新型榴弾の開発を開始した。その後、戦後の財政難によって改造した QF18 ポンド砲の方針から発射可能であることという開発条件が追加された。その条件を満たした合計 87.6mm、重量25ポンドの新型榴弾は、 1935年に完成した。QF25 ポンド砲マーク I は QF18 ポンド方向機型のマーク4方針を内側から 1.8mm 削って製造され、標準機以外の部品はそのまま流用された。このため安定性にかけ25ポンド榴弾の性能を十分に発揮しているとは言いがたかった。そこで、 新規に設計された方針と方画を使用する QF25 ポンド砲マーク2が開発された QF25 ポンド砲の砲弾種類は左から右の順で以下の通り発煙弾、鉄砲弾、榴弾、榴弾の弾頭のみ発煙弾の弾頭のみ QF25 ポンド砲の砲弾には一般的な榴弾以外にも鉄砲弾や発煙弾 照明弾、毒ガス弾が用意されていたが、後には、成形作薬弾や、粘着榴弾も開発された。2011年現在においても、パキスタンの軍需メーカーパキスタンオードナンス、ファクトリーズにおいて、QF25 ポンド砲の榴弾、発煙弾、空砲が生産されている。25ポンド砲は、金属製の薬莢を使用する、薬莢砲であるが弾頭と薬莢が分離された。 分離薬教式の火砲である。火薬量は少ない順に1号創薬から3号創薬までの3段階で調節されたが、マーク I では行革が37度に制限されていた上に3号創薬の使用が制限されていたため十分な射程を確保できなかった。1942年からは対戦車戦闘用の鉄鋼弾を高所速で 発射するためのスーパーチャージと呼ばれる競争火薬も供給されたがこれはマーク I では使用不可能でありマーク2でも方向にマズルブレーキを装着する必要があった。モーリス C8 で牽引される QF25 ポンド砲第二次世界大戦において QF25 ポンド砲はイギリス以外にもカナダやオーストラリアニュージーランド 南アフリカ連邦などのイギリス連邦加盟国の、四団砲兵用主力野戦砲として、生産配備され、野砲式の直接照準砲撃も、榴弾方式の、間接照準砲撃も卒くこなす、使い勝手の良い砲であった。他の主だった三戦国の四団砲兵は、野砲と、軽榴弾砲の混成配備か、軽榴弾砲と 150mm 級榴弾砲の、 混成配備となっていたことを考えれば、これは特筆に値する。エルアラメインの戦いにおいては、ドイツ戦車の装甲強化に伴って効果が低下した QF2 ポンド砲に代わって、鉄鋼弾を使用してドイツ戦車を攻撃し、対戦車砲としても優秀であることを示した。その後対戦車戦闘は QF6 ポンド砲や QF17 ポンド砲が担うようになり、 QF25 ポンド砲は、不評や戦車部隊の火力支援に専念するようになった。移動時には32発分の弾頭と薬莢を、搭載可能な全車を砲足と連結した上で、モーリス C8 検引車や CMP 検引車で検引される。この他にも、気構師団向けに、バレンタイン不評戦車の車体に25ポンド砲、マーク2を装備した大型砲塔を搭載した。 ビショップ自走砲や、カナダ製のラム巡航戦車の車体に25ポンド砲、マーク3を搭載した、セクストン自走砲が開発されている。イギリス軍では、戦後も朝鮮戦争や、第二次中東戦争などで使用したが、1960年代には、ナトー標準の 105mm 砲弾を使用する、L5 榴弾砲に更新されて退役した。砲射撃に用いられる。 ルクセンブルク軍の25ポンド砲海外では、アイルランドやキプロス、インド、スリランカ、ローデシアなど、イギリス連邦加盟国や旧イギリス植民地だった国が主に使用しており、インパ戦争やトルコのキプロス侵攻、ローデシア紛争、南アフリカのアンゴラ侵攻、スリランカ内戦などで実戦投入され、1980年代まで現役であった。 現在でもアイルランドやキプロスなどでは予備兵器として保管されているほか各種儀式時の霊砲射撃用に少数を保有する国も多いフランスにてドイツ軍に捕獲された QF25 ポンド砲マーク I 棒立ての形状からマーク4砲賀を使用した型と思われる QF18 ポンド砲の後期型に採用されていたマーク 砲砲針の内側を削って、口径を 84mm から 87.6mm に拡大した回収型で、QF18、25ポンド砲とも呼ばれる。汚染は18ポンド矢砲の格ら式のままであり、砲がも QF18 ポンド砲用の短脚式、マーク、砲砲がもしくは、開脚式。 マーク、V 砲画を流用しているため、未回収の QF18 ポンド砲との見分けがほとんどつかない。後の方と比較して行格が小さい上に射撃時の安定性に欠けるため、射程距離が短く発射速度も低い。1930年代末から配備が開始され、ノルウェーにおける戦いや西方電撃戦、初期の北アフリカ戦線、マレー攻防戦などで運用された。 1944年6月のノルマンディー上陸作戦ではドイツ国防軍はノルウェーやフランスで露覚した25ポンド砲マーク I を上陸を観光するイギリス軍の迎撃に使用したため25ポンド砲同士の戦闘が行われた QF25 ポンド砲マーク II 新規に製造された砲身を25ポンド砲専用のマーク I 砲貨に搭載した型で 1940年5月には実戦配備が開始され、第二次世界大戦を通じて使用されたほか、カナダやオーストラリアでライセンス生産も行われた。一般に QF25 ポンド砲といえばこのマーク2かマーク3を指す。オッセンは QF4.5 インチ榴弾砲と同じ主導、垂直左線式に変更され、行革も45度にまで拡大された。 砲側、射撃時に、専用のターンテーブルに乗せて、ワイヤーで接続すれば、手動で360度全周囲旋回を行うことが、可能になる。鉄鋼弾を、スーパーチャージで発砲する際には、反動で砲が点灯するのを避けるため方向に、オプションのマズルブレーキを取り付ける必要がある。なお、ターンテーブルを利用した全周囲旋回機能は、戦後に、 イギリスが設計した L118 軽量法に受け継がれている。QF25 ポンド法マーク3。マーク2の改良型で工業各自の灰、鞘を行いやすくしたほか固定式のマズルブレーキを取り付けている。既存のマーク2を回収したマーク3と新規に製造されたマーク4に分けられる。25ポンド法の砲画には マーク1方画以外にも、車輪の間隔を狭くしたマーク2方画と、同じように車輪の間隔を狭くした上で工業格を取れるように調子外を組み込んだマーク3方画も設計されている。オーストラリアが独自に製造した QF25 ポンド法ショートマーク I。オーストラリアが独自に製造した派生型でベビー25パープルとも呼ばれる。 三方針化させた方針と25パウンダーライト、マーク1砲画と組み合わせて製造され、ジープなどの軽車両で、牽引可能な他13個の部品に分解して運ぶことも可能であり、ジャングルにおける機動力が向上している。1943年に製造が開始され、オーストラリア軍がニューギニアの戦いなどの東南アジア、太平洋戦線における、 日本軍との戦闘に投入した。ありがとうございます。